その女の子のファンが多いのもそのラーメンズとかそういうのが好きな人とその客層ってかなりかぶってるアニメとして実はすごいレベルが高い。2015年、何が面ね,ねぶっちゃけ飽きたよねっていうかね、うん、うまく噛み合ってない見てる人との気持ちが噛み合ってない感じがしちゃうからな。 最近ネット上でお粗末さんが婦女子に媚びているという意見をよく見ます。こういう事実はあると思いますか。また一部の層にだけ媚びるメリットってあると思いますか。お粗末さんが媚びている問題ですね。うーんとね、媚びていると思いますけども、何かというとですね、あのお粗末さんの中にですね、毎回女子松さんというコーナーがあるんですね。で、その女子松は、俺あの始まってから一回たりとも面白いと思ったことがないんですよ。 それは何でかというとです、ね、う女子松さんってストーリーがないんですね。あるように一見見せてるんですよ。前回は、全員がまあ40代、50代ぐらいになって。 でまあ彦摩呂みたいな彦摩呂じゃねえや金丸だ金丸みたいなやつのライブコンサートに行ってでその後で近況をお互い報告するというストーリーみたいなのがあるようなふりしてるんですけども実はあれはストーリーでも何でもなくてですねある特定の話題についてそれぞれのキャラクターがどんなリアクションするのかとかですねあのそういうリアクションをやるっていうですねまあ何ていうのかな声優さん CD みたいな内容になってるんですね。 でも、あれを見るとああ、もう今回スタッフグしやがってとえ作画もまあ、なんかまあどうでもいいような感じだし声優さんが自分のキャラを出してなんかだろうなラジオで言ってりゃいいようなことを作画でやりやがってとまあいいよとこういうのも5分ぐらいないと残りの分数持たねえからだと毎回あのレベルクオリティのアニメをです、ね、25分を作るのなんかもう無理なんだからどっかで手を抜いてくれよあ,あ手を抜くんだったら不助心を媚びたのをや,やってくれるとここから2つ目の回答になります。 あいつらは買うともう <laughs> 俺ぐらいおそ松さんが好きでもですね結局第1課のブルーレイなんか勝てないんですよ <laughs>。<laughs> <なので笑> もうあの作り手が分かってて岡田司夫ですらあんなに好きだと言ったら岡田敏夫ですら大みだらの DVD を買った岡田敏夫ですら <laughs> おそ松さんの DVD 買ってくれないんだからもうこれはお姉様たちの財布にすがるしかないと思うわけですでお姉様たちの財布にすがるわけなので,です、ね、おそ松さんが腐女子に媚びていると意見をよきます。 い。僕たちのようにですで、ね、に財布が渋くなっているです、ね、<laughs> おっさんのアニメファンに代わって不、ね、女子のお姉様たちがです、ね、おすまさんを買い支えてくれているおかげでマジな話第2シーズンのオンエアが可能になったと思いますんで,です、ねえー、僕たちはです、ね、そういうです、ね、こびやがってというのは心の中の声かもしくはこんな誰も見ていないようなニコ生でこっそり言うにとどめてです、ね、<laughs> 喜んでいればいいんじゃないでしょうかねと思います。 世の中、金だよね。いや世の中金だよねか世の中買ってくれる人だよねで僕たちは寄生虫だよねっていうのが <laughs> もうこの寄生虫が世の中金だよねっていうコメントするのも厚かましいからですねできるだけお姉様たちに怒らせないようにしましょう <laughs> おそ松さんの線はなぜ青っぽいのでしょうか単に赤塚不夫の絵柄が古いからカムフラージュなのでしょうかと、えー、アニメ「おそ松さん」に関しての質問ですね。お粗 テレビアニメのですね、トレース線っていうんですけども、あの顔とかのあのですね、あの外側の線ですね。これ普通のアニメは黒いんですけども、全部青になってますよね。で、これはあの今月後のですね、もう売り切れちゃったアニメージュ？あのあ今月号のです、ね、アニメ雑誌のアニメージュっていうのが。 あっという間本屋から消えて発売の3日目ぐらいからアマゾンでですね全くなくなっちゃったんですけれどもそこでですねあの作家の人があの、まあ、その質問が偶然あったんで答えてますで僕もですね面白いからですね表紙がおまっさんでちょっと楽しかったからですね買ったんですけれどもなぜ青っぽかったのかネットの方でですねあのいろんな解釈で言ってあれは全部死後の世界だから青いんだとかですね <laughs> まあ適当なことを言う人もいるんですけども簡単でですねあのまあもちろんスタッフは 面白いのは分かってるけどもヒットするとは誰も思ってなかったわけですよね。なので あの絵柄でどうやって当てようかとあの絵柄でどうやって見てる人に面白いと思ってもらおうかとで最初プロデューサーレベルから来た発注ではですねおそ松さんたちは全員20頭身ぐらいでいわゆるイケメンばっかりでやろうというとことだったらしいですところが現場スタッフとか作画とか,とかあの監督とかの現場のスタッフのところに降りてきた時にいやかっこいいというのはそうじゃないだろうかっこいいというのはその歌のプリンス様みたいな超イケメンみたいなもんじゃなくて。 このお粗くんの昔のお粗くんです、ね、赤塚不二夫の絵も十分かっこよくてハイセンスだよとあとはこれを今風のおしゃれに見せる切り口だけだろうというふうなことで線を整理して。 トレ線っていうのを青くすることその縁取り線っていうのを青くすることでちょっと今っぽく振ったんですねで今のやつが出てきて僕結果的に大正解だったと思いますね1話見た時からあのちょっと青の線はあこれかっこいいなというふうに思ったんであまあデザインだというふうなことでえ解釈していただければと思います。2015年、何が面白かかかっったのかの1位は、はおおささんんんになっちゃうんだよね。ね、ね、作り手が、ね、あのギャグとかコメディを。 アニメでやるっていうのを考えたら、どういうふうなことになるのかっていうのをちゃんと設計してるんだよね。で、前回、やっぱあの僕の予想通りというかですね。総集編だったんで、で総集編で、副音声で声優さんが延々喋るっていうのをやってたんだけども。まあ、その声優さんのね、あの副音声で喋ってたことで面白かったのが、ファンの人たちがいろいろ語ってくれるのはありがたいんだけども。 エスパーニャンコっていうのは市松っていうキャラがいるんだ市松っていうのは普段からもうなんか俺なんかどうせ最低だしとか友達いないしいや友達なんか必要ないよ他の人間となんか喋りたくもないよって言ってんだけど実は本音ではこんなことを考えたっていうのが人の心を読む猫が自分の代わりに喋ってしまうというネタなんだよね。でそれで感動してとか感動動しして、てとかたっていう人が、 多かったんだけども、まああのそれは違うよと声優さんが言うにはで、俺俺もなんかね、そのそれ違うなと思ったからやっぱそうだと思ったんだけども、その前に空松事変という回があったんで、それはムツゴの中のちょっと浮いた痛いやつとしていつもニヒルなことばっかり言っているカ空松というキャラクターがいるんだけど、そいつがチビタにさらわれたと。 で、えー「こいつを返してほしければ100万円払えって言ったら誰も100万円唐松のために払うのが嫌だと言って最後は「 じゃあ、これから「か,らから松を焼き殺すぞ」って言ってか松を火あぶりにするんだよね。でみんなに「さあこいつを助けて欲しければ何々しろ」とかうふうに言ったらみんなが「寝れない」って言ってか松に物をバンバン投げると火をつけたチビタじゃなくてか松の方にボンボン火を投げてでガンんが当たってか松大怪我しておしまいっていうですね結構救いのない回なんだ。その「からまつ事変」が A パートで B パートが市松の回で市松は結局なんか友達なんか依頼ふりをして。 実は触れ合いを求めていてで兄弟のことをいかに大切に思ってるかっていう回なんだけど。 よくよく見るとその回に5人しか出演しなくてむずか松が出てないんだよで最後「一祭一祭一祭よかったなよかったなよかったな」見た,た,たんで終わるんだけどラストシーンで怪我だらけの「からまつ」ができて扱いが違いすぎるっていうのがあってもう声優さんとしては「壮大なふりだよと」とあれいい話に見えるんだけど実は壮大なふりなんだよねと思って大笑いして現場で作ってたらなんかみんながそのことを置いといて。 あなんか今回すごい感動したっていうから感動するのじゃなくてあそこが笑ってほしいっていうのがあってなんか俺すごいおかしかったんだけどもなんかこういう振りがあって大きいネタっていうのってさなかなかその日本では受け入れられないんだねこういうのはシチュエーションコメディーっていうふうに言うんだけどそういうシチュエーションコメディーみたいなものってどちらかというと日本では受け入れられなくてもっと 泣かせることに関しては本当に大好きな国民なんだけどさ笑わせることに関してはあまり評価してくれない国民なものでついつい泣きを入れつつの笑いというのをやっちゃうとどうしてもみんな泣きの方を過大評価してしまって今回のようなんだろうすれ違い生じて声優さんたちも俺たちが全力で笑わそうとして新しい時代のギャグを作ろうとしてるっていうのが絡まりになっちゃってると話してたんだけどもまあまあ。 お粗末さんっていうのはまあ、えー、もう一回まとめるけどもこういうふうにアニメでギャグをやるとかさアニメで人を笑わせるっていうのはどういうふうなことなのかっていうのを実験をいっぱいやってんだ中にあの期待っていう回があってダヨーンとデカパンがほとんどもうサイレント映画だよねセリフがあのホエホエとダヨーンしかないんだけども二人でですね期待期待行ってカナダのシルバーナイフまで行ってオーロラを見るみたいな話なんだけども。 もうセリフなしで15分間っていうか、まあ、ワンパートを丸々やりきってしまってこれも一生懸命笑わそうとしてるんだけどもまあやりすぎて滑ってんだよねだからそういうね滑りまくってるところも見れるところがあのおそ松さんすごくいいよ去年の俺の中のあ今年のアニメこれ見てよかったっていうのがピンポンだったんだけども今年はおそ松さんだったな、えー、おそ松さんの最終回の解説をお願いします。 で僕はもう本当にすごく面白かったんですけどもあのまあ予想通り予想以上あの予想通りっていうのはですね最終話の一個手前で あのみんんなニートをやめて独立するる時が来るんだっていうです、ね、まるであの男を挑んの最終回のような男を挑んでですねあのばあさんは、俺はこれから街に出るんよ」と言ったら「今はもう追いどんのいない部屋」とか「<laughs> 鳥さんも追いどんを待っているここは永遠の4畳半」というですねペソスという悲しさ旅情あふれた最終回っていうのが男を挑んで、松本零士の青春幕の最終回だったんですけどそんなふうになるんじゃないかなと思ってる人がまあい,いるにはいたんですけどもあのスタッフがそんなことするはずがないと。なんせあの一松事変 とですね、エスパーニャンコを組で作るようなやつらですからですね、<laughs> 悪意があるに決まってると思ったらですね、もう本当に全国的には今夜なんですね。本当にです、ね、素晴らしい最終回でしたね。ペーソスを期待してる人にはそれなりに何か結論があるような感じがするし、そうじゃなくてギャグを期待してる人にもですね、あのギャグアニメっていうのはもう,こうあるべきだっていうですね最終回ですね伝説になりました。あの。 エンンディングのの、ね、最後の1秒ですね。もう本当に番組が終わったらですね次の番組が始まるまで見てないと美味しいところがポロポロ出てくるってですねあのアベンジャーシリーズのです、ね、最後にフューリー長官出てくるよみたいな感じがですねあるんで,です、ね、是非とも最後まで見てくださいということですねそうかそうか全国的には放送今夜なのかすいませんネタバレをちょっとやってしまったんですけどまあ,あの具体的には言いませんでしたけどですねすっごい面白いです。 2期はないよなまあ二期まあ3クール目ですかあると思いますよあんなに面白い話をやめるはずがないうんおそ松さんって何の系譜のなのかな跳ねるの扉とかごっつええ感じじゃないなやっぱ跳ね飛びなんだでしょうねダウンタウン以降の若手芸人さんが集まって例えばそのうっちゃんなんちゃんの内村さんがトップ取って コントをやるそのキャラクターものってありますよね。あれに近いんだと思うんですよね。だから、その女の子のファンが多いのも、そのラーメンズとか、そういうのが好きな人と、おそ松さんの客層って、かなり被ってるからだと思うんですよ。あの僕らは、ついつい、あの中でやっている過激な表現ですか？過激というか、過剰な表現。例えば、その一話で bl をやるとかですね。あと。 真ん中編でですね、あの、逆襲のイアミというですね、俺がかなり好きな回ですね、チキチキマシンモーレースを本当に丸々やってしまうというですね、本当あのー、あそこまでよくチキチキマシンモーレースに似せたなという感じでやってくれて、そっちの方に目がいっちゃうんですけども、ただ基本的にやってるのはですね、もう今は亡くなってしまったフジテレビの若手芸人が同じキャラクターとか、若手芸人を 三組四組集めてその中でキャラクターっていうのが分けられていて例えばそのハンニャン・オカンナだったらこういうキャラだとかですねフルーチ・ポンチ・ムラカミだったらこういうやつだっていう何種類かのキャラがありまして、ね、それがオソマツの六つ語のそれぞれのキャラクターになっているだから一松の人間嫌いとか猫が好きっていうのはコントのキャラクター付けの中のキャラなんですよねだから それが嫌な人というかですね、ドラマとして見てる人にとっては、あの、おそ松さんっていうのはすごい薄っぺらに見えるんだけども、ところがコントのシリーズのお笑いのやつっていうのがすごく好きな、まあ、本当に芸人さんのコントみ、行ったら女の人のお客さんばっかりが多いのは、やっぱお笑いの中に演劇性を求めるのってすごい女の人に多いんですね。そのキャラクターっていうのを自分の予想通りだったら燃えて、予想よりちょっとずれてたらやっぱり燃えて、で、予想から。 自分の思ってる予想とずれた瞬間にすごく嫌うっていうようなわどいなんか道をちゃんとおそ松さんっていうのを作っててそこを渡ってるあたりがですねなんかあのあの辺が少なくとも女の人に受けた理由の一つなんじゃないですかその中心とは思わないんですけどね中心は作ってる人の僕はやっぱ本気度だと思うんですよね。最最終終回回だけけ見見比べてもです、ね、僕はあの月曜日におそ松さんの最終回を見たんのたですけど。 別のおそ松さんの前後の番組も全部最終回であの時間枠のアニメ最終回だったんですけどもそれぞれの最終回ってもう落としにかかってんですねこういうふうなことで全部解決しましたでそれぞれ別れがありますか進歩がありますとかっていうふうな形でいわゆるの最終回やってるんですけどおそ松さんだけはエンディングタイトルとかを考えないバッと全力で振り切ることしか考えないというですね最終回やってですねその辺りの本気さが なんか熱くなれた感じですよね。そのガンダムもそうですし、エヴァもそうですし、これはマドマギとかもそうなんですけども、やっぱり作ってる人が本気で狂ってるようなものっていうのは面白いなっていうふうに僕は思ってしまいました。だからあのなんでヒットしたのか、なんで売れたのかっていう分析はあまりあの好きじゃないんですけども、少なくともこの10年15年ぐらいあった若手芸人が あるキャラクターを決まったキャラクターをみんなで順繰りにやるコントっていうのがアニメの中に入ってきたっていうこととあとはその作ってる人間の本気さアニメとして実はすごいレベルが高い特にそのさっきも話した逆襲のイアミにしても今回の今回もそうなんですけどねイアミがレーザー光線で撃たれるシーンっていうのがあるんですよ。もうそこだけだけけっったら言ってもいいと思うんですけど。 出てきてイアミが撃たれる時のレーザー光線の擬音とかタイミングがですね「ルパン三世」のテレビシリーズの最終回の、ね「さらば愛しきルパンのです、ね」のラムダのです、ね、ビーム砲とそっくりなんですよね。<laughs> あそこまで似せたエフェクトあそこまで似せた効果音で,です、ね、きっちりパロディやられるとそれもパロディとわざわざ言わずにやられるとですねそう似てたでしょ。<laughs> <laughs> <laughs> やっぱりね感動しますよ <laughs> 心震えちゃいます、ね、その辺の本気さが良かったんじゃないかなと思いますもうあの52分になったのでそれではこの辺で一般放送終わると思いますおそますさん見ましたかああなんかねあの録画したやつを途中まで見て第3話か4話か途中まで見てもうい,いってプって止めたら。 そしたらなんだかな、ニュースサイトで「あのおそ松さん婦女子からの人気も下がった」とかって書いてあったからああんかそうなんだなという,うに思ったけどね、まあ、ニュースサイトの記事って別にあの印象だけで書くから何ともこんなことで言っちゃなんなんだけども今月号の新しいニュータイプはもう表紙をおそ松さんにしててみんな待ってたって感じしてるんだけどもやっぱ月刊誌の特集って2ヶ月ぐらい前に 内容を決めちゃうからわかんないんだろう,なうねぶっちゃけ飽きたよねっていうかね、うん、うまく噛み合ってない見てる人との気持ちが噛み合ってない感じがしちゃうからな。